はい、黒田さん、今日はドラムソロの特集ということでですね、あれがあった気持ちよさそうに叩きますね。いいですね。まずじゃあドラムのソロをやっていただき、まあ連打はいいんだけど、このあのピアノソロのところの受け答えすごくいいじゃないですか。それは関係ないですか、ドラムソロには。ちょっとフュージョンっぽい感じ。あ、そのちょっとドラヤ顔嫌な感じですね。ここのあの受け答えはすごいこう指不思議なんですけどね。あ、もうあのバラディドルの典型的なパターンからね、もうすごいですけどね。あのその1回ぐらいはいいと思うんだけど、4回とも全部連打はちょっと暑苦しくないですかね。ああ、またもやドヤ顔。え、もうあの、うん、頑張ったですね。頑張りましたけど、やっぱりあのもうちょっとこう会話になるような感じでね、できるといいよね。じゃあもう一回気を取り直していきましょう。うん、気持ちよさそうですね。じゃあ4小節ずつのドラムソロだからね。はい、今回はちょっと歌心あふれる感じでっていうか、忘れてた、あのテンポをキープしてもらっていいですか。テンポあの、うん、あのたまにセッションとかであのいらっしゃいますけど、あのこれちゃんとルールがあって4小節ずつなんですよ。あのそうです、あなたあなた、そう、あのソロだから好きにやっていいんだけど、一応ルールはね、あのそのしれっと戻るところがすごい憎らしいですよね。はい、また忘れてたし、あもうみんな分かんなくなってるから、はい、はい、みんなこうせーので戻ってんのよ。もうあのちゃんとルール守ってやってね。はい、そう、あなたはですよ、あなた。ドラム叩くの好きそうね。はい、気持ちよさそう。あ、もうほんと嬉しそうね。なんか憎めないけど、ちょっとみんな結構呆れてるよ。もう終わってるから、そう、終わってるのよ。ワン、ツー、スリー、フォー、いやいやいや、戻れん。それはちょっと無理だよね。はい、ちゃんとルール守ってやってくださいね。じゃあね、3度目の正直っていうことで頑張ってやっていきましょう。はい。じゃあ、黒田さん、そうです、あなたです。どうぞ。いやいやいや、何があった。ちょっともう走っちゃってるし、そんな興奮してどうしたの。そのあなたのとこだけそのライバル聞いて、ちょっともう全然もうあのリズムもぐちゃぐちゃだし、あのかっこいいのはかっこいいんだよ、あの大きい音でね。あ、楽しそうにもうラテンみたいな感じでやってるけど、ちゃんと戻ってくるところが憎らしいですけど、あの音量のバランスっていうのがね、どうしたの、何があったの、あの酔っ払った声の大きいおじさんみたいだから、やっぱりちょっとね、音のバランスは考えましょうね。はい、持っていきますか。はい、ちゃんとしたドラムソロやっていただけるのかな。うん、お、リズムが変わった。あ、これは2拍3連のね、2つ割りってやつね。うん、ね、あのかっこいいというか、ちょっと難しすぎるかな、これはな。こう、あ、3つ割りね。ちょっとトリッキーすぎるっていうね、これだとね。いや、ちゃんと戻れてるんだけど、ドヤ顔が腹立つんだけど、これはまあ、これ五拍割りってやつね。いや、ちゃんと戻れてはいるんだけど、これ普通ジャムセッションでやると誰も戻れないから、
ちょっとあまりにもね相手を選ぶかな、これだと。3連符の4つ割りね。あ、それもドヤ顔、うまいの分かるんだけど、やっぱりちょっとこれだと、みんな迷っちゃうかな。もうちょっとみんなに合わせようかな。はい、では最後、今度こそね、それを取っていただきたいと思いますが、はい、頑張っていきましょう。いつまで休む？何やる気なくしてんの？なんかしれっと戻るのがちょっとやめてちょうだい。ちゃんといや、そういうなんかトリッキーというかね、いいんだけど、もう一回やるの？いや、みんな数えてるけど分かんなくなるからさ、これは。いや、これはちょっと他の人困った。一回ぐらいね、かっこいいかもしれないけど、やっぱりやるのね。なんかリラックスしてるけど、で、突然戻るのね。ちょっとやめてもらっていいですか、それ。はい、最後もね、お決まりの、セッティング直し始めましたね、今度はね。ニコニコしながらはいいんだけど、4小節丸々空白だとさ、やっぱりこう、それが4回続くってなると、ちょっとお客様飽きちゃうから、やっぱバランス考えましょうね。はい、というわけで、やってはいけないドラムソロ、5種類聴いていただきました。1の音を埋めまくる、これ結構よくあるんですけど、やっぱり、ピアノとかギターは弾んだ8分音符で、アドリブしてくるので、それに受け答えるようなのがいいかなと思います。まあ、何回かに1回はね、自由にやっていいわけですから、全然いいとは思うんですけど、2のリズム無視ですね。一応ルール上でみんなアドリブをしてるわけだから、ルールはちゃんと守りましょう。3番の音量のバランス無視ですね。やっぱり会話してるわけだから、さっきのやつだと、やっぱりこう、みんなで飲んでるんだけど、一人だけ酔っ払って声の大きいおじさんみたいになっちゃうんで、ここら辺ですね。やっぱりみんなで楽しくっていうのが大事ですね。4番、トリッキーすぎるソロ。これはですね、相手が上手ければ、理解するんだったらいいとは思うんですけど、で、歌心があったりとかすれば全然面白いとも思うんですが、お客さんも置いてけぼりになっちゃうし、やっぱりもっとこう歌心あふれるものを、ベーシックにやるのがいいんじゃないかなと思います。で、この5番の空白すぎるはですね、これ実際僕見て感動したやつがあるんですけど、本当に4小節間真っ白で、全員がしれっと入ってきたのがものすごいかっこよかったんですけど、多用するのはちょっとなっていうのと、これジャムセッションで知らない者同士がやってるとき、これはちょっと困っちゃうんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、というわけで、僕の思いついた5つやってはいけないドラムソロ、いかがだったでしょうか。他にもこんなのあるよっていう方がいらっしゃったら、どしどしコメント欄の方に書き込んでください。面白かったと思われる方は、ぜひいいねマークを押していただきますと、制作の励みになります。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。というわけで、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。